はい、こんにちは、ペストです。はい、エスケです。さあ、本日の企画何ですか？未来モンスターとわくんスペイン挑戦。よいしょ。10年越しに、10年越しのね、あのスペイン挑戦ってことで、はい、どういうことかって言ったら、はい、あのとわくん、前回取材させてもらったとわくんじゃないですか、うん、僕が初めて見て、あのバルサキャンプ MVP とか選ばれた時っていうのは、はい、小2とか小1やったんですよ。でその時スペイン行って、でもう一回、中卒で今スペインを行こうとしてるってことで、中卒でスペイン、そう、あ、すごいな。その中学校に渡る、今1週間前くらいです、山梨行って、そのアメリカアカジミってところでスペインサッカーを学んで、はい、スペインもう行くための準備をするってことで、あ、そう、中学3年間でね。そうそう、でもう一回、あの、まあ、行く前の様子とかを、はい、まあ、どういう感じなのかっていうのをお届けできたらなって思うのと、めっちゃ気になるわ。僕らって言えばやっぱドリブル専門家チームっていうのが今作ったじゃないですか、はい、で裏方にね、すごいスペシャルなドリブル専門家チームとかいるんで、はい、トレーニング一緒にできたらなって思うんで、はい、まあ、そんな感じでね、はい、早速あの向かっていこうかなって思うんで、と、久しぶりのとわくん、いや、なんかどういう心境なんかも気になるけどな。中学校からもう親元離れて暮らすっていう部分もすごいなって思うから、うん、もうその中学3年間で何を学びたいとかいろいろ気になるから、そういう面もね、なんかお届けできたらなって思います。はい、はい、じゃあそれでは向かっていきたいと思います。それではね、あの、もう早速とわくんの姿が見えるんで。あ、見えた。そう、あの、家着いたんですけど、はい、いなかったです、家に。おらなかったな。いなかったです。いつも姿見えたんで、はい。あ、こんにちは。お、こんにちは。久しぶりやな、とわくん。久しぶりですね。お久しぶりです。山崎とわ選手です。ちょっとでかくなったんちゃう？え、でかかった？変わらん、測ってる、あの家のあれで。あ、これ測ってない。え、5億なってない。お、これ。前やった時に全然気に入ってて。あ、そういうこと？あ、5億。前サッカーした時に4号球でサッカーしたんですけど、それで多分全然できなくて悔しいんで、5号球がな、5号球に変えたっていうので。で、ここでいつものとわくんのルーティーンの、はい、ちょっとルーティングとか、まあ、ちょっとやっていこうかなって思うんですけど、はい、せっかくやから対決でリューパーでもやって、うつい公園移動して、はい、そこで、まあ、トレーニングできたらなって思うので、アップやっていこうか。ちょっとここでアップ、ここでアップしていいの？じゃあリューパー、もう普通に5タッチ以内で回していくっていうのは1人3キロ。しりとりするか、リンゴ5タッチ以内。あーあー、いいよ。あれ、ラッパー行ったんちゃう？言ってない。はい。追求。猫。小金子。チーズ。ハッピーに。肉。お、肉じゃ。じゃあちょっと向かいますか。向かいますか、楽しんだところで、はい、じゃあ今から学校送り届けるってことで。いやいや。6時間授業な、もう今普通に、うん、火曜日だけ5時間いいな。早く中学上がりたいな、うん、一人暮らし寂しくはない？うん、だってあの部屋一人部屋じゃない。あ、そう、友達とかいっぱいおるんや。知ってくれてる子おったんじゃん、とわくんの子なあ。絶対おるよな、向こうが知ってるっていうのは。でそこで3年間だからスペインサッカー学んで、その後はスペイン行くねんな、と。中卒スペイン、中卒スペイン。そうなったら俺らもスペイン一緒に行くな。なんか中学校の目標教えてよ、とわくんの。まず入って、レギュラーまず取って、うん、おキャプテンじゃなくても、うん、チーム引っ張っていけるのが、うん、選手になりたい。あ、いいね、めちゃくちゃ。キャプテンじゃなくてもプレーで引っ張るってことね。大事よな、そういう選手って。で今からちょっと一緒にトレーニングもしていこうか、うん、せっかくやったら。じゃあちょっと向かっていきますか、公園に。はい、それじゃあね、ちょっと今公園到着したんですけど、はい、なんとスパイクをここで忘れたってことで、もう一回取りに帰ります。やっちゃった、すいません。なんで？あ、結構いい感じ、いいよ。大丈夫か？大丈夫か？
はい、じゃあちょっとね、はい、公園着いたんですけど、はい、俺だって言ったら今回スペイン行ってもらうためにちょっと一緒にトレーニングできたらなって思って、トワ君と、はいはい、まあ、対決とかやったやん。今回トレーニングメインで、やっぱスペインサッカー、やっぱ中学校とか上がって何が大事になると思う？やっぱ技術も大事やけど、やっぱ気持ちいい、あとフィジカルやな全部そうだ。どれが一番重要だと思う？逆にこの3つのうちの。なんか俺らと言ったらそのいつも1対1とかトレーニングしてるから、はい、やっぱトワ君武器がドリブルっていうことやし、はい、それにつながる技術をなんか一瞬練習できたらなって思って、はいはいはい、僕らね、ちなみにパーソナルとかやらせてもらって、はい、小学生とか相手に教えたりしてて、まあ、今後ねスクールとかもどんどんやっていきたいなっていうところで、まあ、ちょっとどんなもんなんかっていうのを教えるのだ。ドリブル専門家チームもいてスクールも今後立てていく予定があって、果たして俺はできるのかと。でそれをトワ君とね一緒にトレーニングできたらなって思って、はい、せっかくなんで。確かに。いいっすか、トワ君一緒にトレーニング、あ、いいっす。行く前に、はい、ビシバシ、まあ、対人とかそういうところ一緒にトレーニングしていこうかなって思って、はい、やっていきます。やっていきます。まずはじゃあちょっとね、はい、早速トレーニングやっていこうかなって思うんですけど、はい、まあ、僕といえば合わしトレーニングなんで、それをトワ君にできるんかなって。トワ君けど俺以上のジンガの持ち主やから、確かに、もしかしたらもうコンプリートできてるかもしれないっていうちょっと不安もあるんですけど、はい、そこ一緒にじゃあ俺の真似してトワ君ついてきてや。まずもうやってて、多分トワ君も普通にこのボールタッチやったらできるから、顔上げていきなり首振って、これで首振ってもうボール見ずにアウトプッシュ一回行ってみよう。それでじゃあ行ってみよう。あ、いいね、いいね、いやいいね、あ、むずい、いや、おい、切れる、あ、いいね、オッケー、アウトプッシュはもうこれで完璧。あ、もうクリアか。クリア。じゃあ次はじゃあジンガこれで首振ってこう周り見てると、あ、できてますねトワ君でもできなさそうなやつ、はい、これディープジンガえ、すごいな、ほんまに。次のステップ行こうかなって。じゃあトワ君合わしトレーニングパート2。パート2あるんや。ジンガの中にフェイントを織り交ぜていきます、はい、これをどういう風に他の技術に体とすり合わせていけるかっていうのが大事になってくる。こう顔を振ってやってるやん。で、こうマーカーまで来たらルーレット、はいはいはい、で、これでこれ顔を上げてやって、わーいできないやつちょっと探していきよう。ディープジンガ、ディープジンガ、ディープジンガ、いいよと。これ。はい。そう、俺もできてないやつ、じゃあちょっとやってみるわ。両、はい、足らしこで進んでいきます。こう、こう、顔上げて、顔上げて、顔上げて。これむずい。これむずいや。これも大事。やっぱ足首柔らかく使わなかな。あ、まあ確かに。あ、すごいな。うまい。めっちゃうまい、めっちゃうまい、うまい。基礎技術が元からしっかりしてるから言われたことすぐできちゃう。じゃあちょっと次エースケさんの青ファルカンします。これ4回ね、ファルカン。あ、これフェイントね、ファルカンで、これ体の使い方の練習。あ、うまいね。おう、その後、あ、ほらむずいよ。そう、体の使い方うまい。違う。こうやって教えます。ケが実際中学校の時やってたやつで、はい、やっぱり体の使い方大事やねんな、試合で使うっていうより。そう、そう、だからそれをこっちにやる、うん、で最初左足でこうまたぐ、でまたいでそのまま膝出す、内から外、内から外で、その時に大事な選手はこうやったらもう置くやんけど、それを置かず、うん、このままこう、そうそうそう、完璧。それを今のでもう一回。いいっすね。うん。お、あ、いい。え？え、これ。そう、完璧。じゃあちょっともう一個くらい最後体の使い方。トワ君のできすぎが早すぎてちょっと困ってます。さ、これはフェイントっていうより体の使い方の練習なの。フェイントをイメージとした体の使い方。あ、そう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 。サイド際のあれは？ミロコン行く？うん。これサイドで使う技なんやけど、はい、まずこれネイマールで、これどっちかやってみよう。トワ君いいよ。うまっ、ガチでうまい。2人じゃん。
うまい。こっちに行くと見せかけて。そうそうそう。このライン際だと思って。して。お、サイドや。立ってたら。で、こっち行くときに、こう寄ってきたときに、こう手をブロックして、こっちに行く。これ体の使い方。おー、いいね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 。これでもね、試合でやったら完璧よ。基礎技術があって、頭があるから。そう、完璧やん。天才タイプなんや。天才じゃあちょっとこっからアップパーツ2。じゃあリフティングして、まあ、首振り。これ俺ができるかどうかちょっとわからないですけど、1、2、3で上げて、周り見て、で、この時にエッキがスーツとかやってくれたら、こうパッて、あ、今2やってんな。3、うか、これいや、大丈夫。じゃあ、トア君の場合はダブルで一回、俺らが。はい、いいよ、行くで。2、4、3、5、2、2、5、4、1、お、3、4。あー、お前どこ行ってる。じゃあトワくんちょっとやってみようか。4、4、5、3。いいね、いいね、いいね、いいね。ラスト3、3。おお、イグイ。オッケー、じゃあここからね、あのちょっとアップ終えたんで、トワ君の得意なフェイントとか教えてもらいながら、絶対に相手の逆を取らないと抜いてはいけない。1対1、そう、外すだけじゃなしに相手の逆を1回絶対取ってからかわす、かわして抜くっていう逆を取る練習。普通に外すだけやったら面白くないよ。3人ともフェイント使って相手の逆を1回は絶対取って抜いてシュート逆ね。ちょっとやっていけたらなって思う。はい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 。じゃあそれでいいですか、トワ君。お願いします。やって。ちょっと一対一やっていくと思うんですけど、なんか最初にどういうフェイント使うか、ちょっとカメラに向かって言ってもらって、で俺の思うフェイント3種類用意してもらおうかなと思って。普通に抜くのは絶対 NG で、で相手の逆を取るっていう練習で、2人で3種類とトワ君の3種類。そうそうそう。それでじゃあやっていこうかなって思うんで。行こうか。で、あ、じゃあトワ君は。そのフェイントで逆を絶対に1回はつかないといけなくて、僕らは2回つかないといけない逆を。で3点マッチでやっていきましょう。じゃあ最初はグー。じゃあいきます。はい、OK、 トワ君先行で。じゃあ俺守備で。まず入れ替えっていう技とダブルエラシコとドラゴンステップを打って逆を取りたいです。フェイント練習も兼ねて、じゃあ行きましょう。やばい、危ねえ。じゃあ俺が使うのはイン・アウト、うんと見せかけてアウト。もうフェイントってこの使い方が大事なんで、もうここの2つで大丈夫です。いきます。これよ、俺の得意技。フェイントってやっぱ使い分けが大事や。インアウトでついてきたよ最初は。でも逆に対してまあいっか、ゴールで。あー、マジで。あー、気持ちいい。僕はじゃあまず1種類目ファルカ、2種類目シダス、ダブルシダスで、3種類目はエラシコ、イピアス。あの靴脱いでからの方がこれ新事件ですね。ちょ、誰か少年、あ、少年、少年取ってくれるのなん、これ手持って、左手、左手、うわ、いらんことしたわ。 OK、 ナイスキー、グレー、アークごめんな、トワク。あの、僕こういうことあるんですよ、新プレイ。少年飛び込ませようとしたわ。誰か飛び、え、トワクしてる、どうしたら、マジで、マジで、
運命の出会いすごい小学生にもファンおるの。これ僕がボールを川に落としたことによって生まれた運命の出会い。じゃあ次トワ君。やばい、やばい、やばい。キレがすごいの。プレッシャーがすごすぎて、あの半身の切り方とかめっちゃ上手くなってる。ちょっと待って。もう何をやるか分かってない。あっ！入った！うわっ！えぐい！危ねえ！大丈夫か？大丈夫？
だ。うまい。やった。完璧。トワくんファンがすごいんよ。トワくん。いやけど。いやうまいわマジで。めちゃくちゃうまい。中一とは思われ。まだ小6やけど。すごい。小6か。そうそう。え、トワくん今小6か。行こう。後期や。YouTube 入れ。YouTube 入れ。おおまだあるまだある。おブロック来た。シュータなっシュータシュータっシュータもうちょいシュータタッチうまい。あー俺らもぶキャラでそうはいチーズそうなんすごい人気ですあはいどこにあるんだっけ貸して言われたこれ見せていいやんみんなあれ、サインまた変わってるなんかちょっと可愛くなってるこれ練習しましたね、彼めちゃくちゃバカにされたからねあの、サインもらったこの顔が泣いてたから、ね、泣いてた、はい、ドア君携帯潰れて病んでますデータ全部飛んだ今日災難な日やなスパイク忘れて携帯潰れてやられた。エスケがさっき触ってたよ。口ね。はい、じゃあちょっと一日密着の最後はお猿にやってきたってことで、まあこれはまた別企画でも撮ってるんでね、あの違う動画でも上がると思うんですけど、まあお猿で、まあ、ということで早速ね向かっていきたいなって思います。はい、思います。お願いします。どうだ。どうだ。どうだ。行きましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ今日一日密着でここから山梨行って、それでね。これ卒業したらもうスペイン行っちゃうかもしれないんで10年越しのスペイン応援ってことでトワ君最後どうやった今日東京で今の言って疲れたねないやごめんな申し訳ない密着なありがとうねトワ君出ました中学校で、まあ、どうなっていくか本当に楽しみな選手なんで、はい、最後じゃあ一言、はい、アメージングアカデミーの意気込みを一言だけもらってもいいですかまず最初レギュラーを取ってどんどんそこから活躍していきたいと思います最後いくわ僕らもねトークにいてもね名前入ってくれてくれるような選手になってほしいんで、うん、また1年後大会できたらなって思いますありがとうトワ君マジで大会しようまた頑張ってまた出会おう、はい、お互い成長してね、うん、ほんまに俺負けたんでじゃあ頑張ってくださいじゃあ今日一日ありがとうございましたありがとうございましたそれじゃあまた会いましょうチャオ